あの今コメントでファンタジーとして見てるよっていうのあったんですけど、これまとめるとこういうことだと思うんですよ旧てアンキーものがかつての戦争ものみたいな感じになって体験してない人たちが出てくれば時代劇化していくんだと思います。かつてあった何かっていうものをみんながそ枠として使う。だから謎のリーゼントが続くわけですよね。それはジェームス・ディーンに憧れてた時代があって、それでロックンローラーっていうのがまあいて、その頃に流行った型みたいなものがちょんまげ文化のように残ってるというね。で、それが 90年代になると一旦論芸になってるんで、ヤンキー者に論芸が入るわけですよね。それはスラムダンクがま、ま、まさにそのタイミングでやってたっていう。うん、だ花道はリーゼントやめるっていうことを、あそう,そうあ。一つの、だから、リアルタイムでやったんだよね。さよならリーゼントっていうことなんですよね。うん、で、これがちょっと一番はっきり出てるのこ、この2作品にお,おいて変わらざるを得なくなったと思うんですよね。だから、これ始まった時のスラムダンクと悠々白書のキャラクター、これも主人公イコールリーゼント。 っていう時代の最後の時代っていうか。確かに桑原が最後かもしれない。はい。この後、うんまあ、多分だカメレオンとか、同時期にやったかもしれないですけど。<laughs> でも、もうね、真面目なリーゼントが、もうこの辺がいなくなっていくっていうことなんですよ、ね。ラストオブリーゼント、桑原だったんだ。<laughs> ラストオブ。<laughs> <laughs> あ、それいいね。ラストオブリーゼント <laughs>。ラストオブオイカーみたいな感じですよ。そもそもこのスラムダンク91年ですけど、91年の段階でもうリーゼントっていうのは、あえてやってるかギャグっていう。もうそもそも浮いてて、この後10年後に、あの0年代で、工藤勘九郎が島大輔をもう一度世の中に出すじゃん。<ー>で、もう一回あのリーゼントやらせて出すでしょ。木更津キャッアイとかで <laughs>。だから、あれがお、うん、面白くなっちゃう。この10年間でね。要はこういうことです。ヤンキーカルチャーが一つのネタになっていく。 っってていいう流れになってくわけですよねだからもうクロマティ高校がもうすでにクイーンをネタにしてるんですけどもう面白いんだけどでもう一つレーニングラードこれは日本ではないですよ、うん、ただこういうことです <laughs> 要するにリーゼントこういうことになってっちゃうっていうか非常にこのレーニングラードなんで何回も出しちゃうんですけどついついなんでかっていうと <laughs> 日本の劇画っぽいんですよねイナチュー化していくっていうかバロ,、ね、バロック化していってそもそもジェームス・ディーンだったよねっていうのをみんな知らないジェームス・ディーンだった時代も知らないです 知らないけど、なんかヤンキーといえばリーゼントみたいな、これが終わって、この時代、あの頃良かったよねって思っている感覚っていうのが、今の40代ぐらいの中に残ってる、たぶん、シミちゃんぐらいまでの世代は、なんかあるんだろうと思う僕、今、東京リベンジャーズ読み始めてから、うん、ーバップハイスクールの YouTube の切り出し、うん、ずっと見てて。<laughs> 懐かしいんですよ <laughs> ボンタン狩りとか言われて、なんかワクワクするみたいな。あ、そうそう。あ、今、ゼータカンタムのカミウに殴られるやつとか。あれ、リーゼントですよね、あれ。ジェリドね。ジェリド。でも、ジェリド、あれ、85年だから、まだいる頃なんで。ジェリドはジェームス・ディンでしょあれ、ジェームス・ディンよりです。そうそう。だから、ジェリドを間に挟むとわかりやすいかもしれない。俺、涌井さんね、やんちゃ経験はしてると思うし。で、喧嘩したことあるんじゃないかと思うしね。世代的に。で、中学ぐらいの時に、やんのかこらみたいなことあったんじゃないかなっていう気がしますね。ただし、そういった、 漫画をやたたらとと読んででいたのは事実だと思うし、うん、で新宿・スワンの後にどうも3回ぐらい連載がうまくいかなかったらしいです、ね<ー>えー。でヤングマガジンじゃダメだってことで「少年マガジン」に移ってこれ絶対に負けられない戦いだったと思うんですよ今回のが。それで彼絵変えましたから。 池上スタイル全部っっって目がでででかくなるんんすすゼロ年代っぽいよね絵がそっちに寄せたんですよあのもともと90年代っぽい絵だったのをぐっとゼロ年代っぽいそれで勝負に出たっていう感じなので彼の中で本気でなんとかするぞっていういう思いがあったんだろうなっていうのは非常に伝わってきますだから実力じゃないんですよだからファンタジーになっちゃうし型を使い倒すのもそのせいだと思います。